はい、どうも、ジティです。というわけでいきなりですが、見つけました。迷路ですね。名前の方は多分、編集で、この下ら辺に、ここら辺に出すはずなので。敵がこの凶暴狼、肉もですね、まず今発見しました。というわけでこの中を探していくんですけど、目標は特にないです。湧き潰しですね。ボスもいないので、でこの草ブロック、歯ブロックは、壊すと壊そうとするとダメージを受けるので、壊せませんね。あとこの歯ブロックの上を歩くとダメージを受けてしまいます。だけどね、杖が2つになってると気づいた方もいると思うんですけど、前回ですね、長神殿じゃねえや、あなたは攻略した後にもう一個発見したので、三つ発見したって言ってたんですけど、結局二つしかなかったです。見間違いでした。いや、まあそれでですね、はい、もう一つの方は、特に変わったこともなかったので、録画することもなく一人でちょっとささっとクリアしました。1回目でね、敵の攻略法は分かったんで、結構余裕に倒すことができました。特にこのダンジョンも大して難しくもないですね。スポーブロワーしてると、おお、ダイヤのクワ。これはかなりいいものじゃないのか。迷路結構広いですね。こいつ破壊して。またか。いいのがなかなか来ないですね。お、スコブラ発見。この雲はね、数だけは一人前、基本的に弱いので脅威じゃないですね。むしろ経験値稼ぎにね、ちょうどいいもの。モンスターかぼちゃの種が非常に多い気がしますね。かぼちゃよりスイカの種の方が自分的には好きなんですけど、まあ、スイカが手に入ってるからそれを種に変えればいいだけなんですけどね。ここが出口。出口兼入り口が4つあるので、この4つを発見したら、湧き潰し完了ということで。はい、もう1個発見。あれはもうやってたか。ちなみに、じゃあついでなので説明させていただきます。この赤い杖、効果はですね、ダメージを与えた敵に敵の満腹度、体力、あ、もう一個発見、これで、あ、じゃあもう何を攻略ですね。というわけで出ます。こいつで敵の満腹度、体力を奪うことができます。しかしこれは一発一発、このように一発一発するものじゃなくて、かなり連打でやるものなので消費量が半端じゃないです。こんな感じに一気に消費してしまいます。これで満腹度、体力などを取ることができます。しかしダメージは結構でかいんですけど、吸い取れる満腹度、体力が少ないので、あまりそこまで使うことはないと思いますね。では今回は、ダンジョン、生ガキダンジョンっていうのかな、これは。もう名前を書いておいた、先週で書きますので、攻略ということで、ご視聴ありがとうございました。はい、どうも、ジティです。前回ですね、また動画撮影外でもう一個の
タワーをクリアしちゃいましてですね、3つとも杖を手に入れてしまいました。しまいましたっていうのもなんか変ですけど、まあ手に入れたので、あと最後ナーガというこの世界にいるボスを倒すだけになります。しかしそのダンジョンが本当に生成率が低くてなかなか見つからないんですけど、それまでが大変って感じですね。まあ、クリアこの世界での目標を、クリアしたら、現実世界に戻ってまた新たな目標を立ててやっていこうかとも思っています。それでですね、ちょっとね拠点を作ろうかなとかいう話をしてたと思うんですけど、作っちゃいました。こんな感じです。まずですね、この螺旋階段にしてですね、登ったところキノコをちょっと拡張しまして、ここ今からドアをつけます。っていうかつけ忘れただけなんですけど、これがまあいった大容量チェスト3つ作らせていただきました。それでですね、実はですね動画撮影外に一度、現実世界に戻ってしまいました。すいません。でそのままネザーに行って、ネザーから帰ってきて、ブレイズロッドとかをゲットして、ネザーから帰ってきて、でこのポーション作成機を作ったということですね。それだけをしに行っただけなので、現実世界で何かをしてきたということは全くありません。それでこんな感じになりました。力のポーションをねかなり作って、このパウダーをね、ブレイズパウダーを頑張って入手して頑張って作ったんですけど、その何に使うかっていうのはこの2つを使ってこのゾンビを呼び出せるこいつですね。まあこいつを使って使用を戻すために、こうすればまた新品に戻せるので、そのためのものためにこれを作りましたということですね。はい、ここは、はい、このようにまあ釜ですね。でこれはただ金が結構なんか気に入ったので置いた感じですね。でここは自分の部屋になっています。今の装備はこんな感じですね。でまあ今回はこれぐらいで、また動画撮影外などでダンジョンを探して見つけたら、そのダンジョンの様子を、ダンジョンでの戦いの様子を動画にしていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。